こんにちは。違うわ。あなたに会いに来たの。ほら、行くわよ。今日はね、それを買いに来たの。私だけじゃなくて、私とあなたの分。この前アルバイトしたでしょ？このバッグを2つ買うためだったの。そんなに驚かなくてもいいじゃない。お揃いのものを持ちたかったから。だから、あなたと友達になった証が欲しかったの。お揃いのバッグは友達の証だから。あなたと歩がお揃いのペンを持っていたのが羨ましかったの。私もあなたと友達になれたらお揃いのものを持てるかもって。そんなこと言われても。心の準備っていうのがあるのよ。もしかして受け取ってもらえないとか。でも、そうなの？もう何なのよ。そんな大事なことさっさと言いなさいよ。はあ、気が抜けちゃった。そうだったのね。友達でいたいってそう思ったのは私だけじゃなかったのね。まったく、あなたといると驚くことばっかりね。もう謝らないでよ。こういうのも悪くないもの。さあ、バッグを買いに行きましょう。